これは武豊、21、と言って、去年、デビュー3年目にしてリーディングジョッキーになった男なんだ。ちなみにこの写真の撮影された年もリーディングジョッキーを撮ることになるし、有馬では小栗のラストランに騎乗することになるんだ。小栗のラストランが G1、9勝目だ、勝ちすぎでは？やっぱおかしいって豊の成績。やはり天才か。一代目武豊。初代じゃん今って四代目だっけ。武豊1973、武豊1987から1990、ダーク豊1991から1998、武豊2期1999から2006、暗黒豊2007-2013、武豊3期2013-2020、武士2021から武豊4期2022から。1年だけ武士挟むのやめろ。武一族に武士座は混ぜるようなものだから。実質武豊戦なのが痛いよな。産駒が期待できないのはとても痛い。その分競馬界に残してるものがめちゃくちゃ多いから。血統書がない産駒はいるらしいので、それに期待。一郎、大谷翔平、羽生善治、藤井聡太、武豊。将棋ファンは羽生さんはまだバリバリ現役だって切れてたけど、競馬ファンは藤井くんみたいな時代のスター出てこねえかなって嘆いてて、見えてるものが違ってて笑った。どっちも間違ってるわけじゃないんだけど、まだやんちゃなクソガキ感がある。若い頃の顔は幸四郎もよく似てるし、多分国彦お父さんも若い頃はこんな顔してるんだろうなと想像しやすい家系。最近期待の武士って産駒が出たからな。それポツン芸人の産駒なんですよ。豊産駒見たかったな。豊のリハイボーできたらな。髪型に時代を感じる。当時の若い芸能人にこういう感じの人結構いた。藤井聡太の40年後が今の武豊か。馬娘から競馬見始めたからさすがにもうあんま仕方ないよねって思ったけど、明らかにまた復調してる気がする。去年競馬にあまり興味のないおかんすら、武豊またダービー取ってるって言ってた。割とマジでブジュース乗ってからウッキウキで乗ってる気がする。やっぱいいお手馬いるとモチベーションも上がるんかな。これをネタじゃなくするのはやばいて。最高齢勝利記録はまだ更新できん模様。吉富先生って地味におかしくね。派手におかしい定期。大阪杯で更新してなかったっけと思ったけど、最高齢 G1 勝利じゃなくてその他含めた最高齢勝利か。一番びっくりしてるのはこれがくしくも予言の書になってしまった吉田美穂。自信だろうな。当時の増沢ジョッキーが53で現役って相当だったろうに、5G が普通にいてしまう今。一番すごいのご尊顔がガチでしは増えたくらいしか変わらないことだと思う。普通に G1 の最高齢記録更新しおったしな。気づいたらすでに今年重賞めっちゃ勝ってるしな、怖。不調な時期でも一般騎手の全盛期みたいな成績してるな。なんかどっかで今が全盛期とか言ってたって聞いたわよ。平成三強と呼ばれる馬に全て乗ったことある男、年齢考えると相当ヤバくね。乗るだけならまだわかるが、それで G1 ちゃんと勝ってるのがだいぶおかしい。ルメールもイクイノックスに出会ってから明らかにアモアイ引退で下がった調子復活してるし、騎手のモチベに関係あるよね。いいお手馬いるか。豊さんもルメールも騎手対象すでに取ってるし、個人記録以上に強い馬に乗ってビッグタイトル走る方がモチベーションになりそうではあるな。50超えてレコードダービー6勝目を勝ち取るとか、この人おかしい。デビュー3年目にしてリーディングジョッキー。正しくは2年目で関西リーディング、3年目で全国リーディングだ。武豊の全盛期っていつまで続くんだろう。本人に聞いたら、無論、死ぬまで、医薬って帰ってきそう。あの人絶対ターフで死ぬわ。大井の帝王とこの人は馬上でこと切れてほしい。そこの競馬場で立て祭られそう。さすがにクソ気象難のシャカールに2冠取らせた時のような暴れ馬を抑えて勝つパワーは衰えてるんだけど、その代わりに操作性高い馬に技術と経験ぶち込んで勝ち寄るからな。そんな兄貴にひたすら引っかかる2頭の屋根任せてクラシックに送り込む弟はさ、神戸新聞杯の山人ゼスト2着と1勝クラスのテルドーン3着はビビった。後者に至っては最低人気だぞ。この辺の時期だとこの写真好き、手前にいる子はスーパークリーク。17歳でリーディング、18歳で3冠取るようなやつもいるし、まあたまにおるやろ。何がやばいって、わずか3年目で気象難の塊だった稲荷湾で春天と宝塚を取ったから、クセ馬も余裕で乗りこなしていたというなお、本人は後に稲荷湾は怖い馬だと言った模様。天皇賞を3連覇した平成の盾男なんだ。後に3から14に数を増やすぞ。21代目武豊ってこと？今は54代目なんよ。毎年代替わりって iPhone かよ。SDGs な感じでいいんじゃないですか。もともと老け顔気味だったとはいえ、マジで顔変わらんな。
この顔乗せるとめっちゃ走らされるから嫌いですわ。マックちゃん。髪型が当時の流行りだなーって感じするシャツインしてそう。藤井聡太にしか見えねえ。藤井聡太が年取った時の姿が想像できた。藤井聡太も年食うと畜生になるのか。若い頃の見た目が似てても表に出てる性格は全然違うから、藤井さんが畜生発言するのは、想像しづらい。言動はそのままで棋風がさらに鬼畜になると見た。これ以上鬼畜になると相手の精神を破壊するじゃん。前代の化け物は相手がミスするとクソで固め息吐いて、お前のせいでいい勝負、だったのに台無しだよ。って態度に出してたけどそれを超えるにはどうすればいいんだ？年間勝率8割超でまだまだ実力不足を感じるってのは他の棋士からしたらもう畜生なんよ。藤井や大谷レベルの逸材がそろそろ出てこないと武豊が引退しちゃったら競馬界やばくないか。とりあえず武士が出てきたしまあなんとかなりそうではあるんだけどやっぱり武豊の存在がでかすぎる。うちの親も大阪杯勝ったの知ってたし。90年代から0年代の武豊騎乗の G1 馬って、ステイゴールドといいアシャカールといい豊だから勝たせられた。他の騎手じゃ G1 勝ち無理、タイプの騎乗なん多くない？普通のトップジョッキーだと同期でいるコンドルパサーやつって大美な騎手ですらシャカール勝たせられなかったし、そら天才だし、今は池添がよく言われてるがでした3騎乗なんの扱いクソうまいぞ。だからこそステゴは安定した成績残させる熊沢騎手から申し訳ないけど豊かに変わったわけだし。ステゴはだからこそ熊さんからタッケに変わったんや。池添が今の地位を確立する前は豊かがその立ち位置だった気がする。実力と気象難を兼ねたサンデーサンクとは相性が良かったんだろうか。ブルーイレブンがおかしいだけだぞ。素質はあるのに勝てない馬がトップジョッキーに依頼来るのは当然だよね。川田みたいに断る人も多いだけで。気象難校舎の歴史って豊か以前は誰がいたの？小島太志？アドマイヤグルーブとか、ディープも結構そうだけどめっちゃ乗りにくいからねサンデーサンク。スペちゃんも他の騎手、ベリエか岡部くんのどっちかだったけど忘れた、に。こんなに乗りにくいとは思ってなかった、って言われてたな。確かジャパンカップで乗った時の岡部さんだったかなそれは。まあペリエはペリエでアメリカンジョッキークラブカップで、こんなに手応えないの、って驚いてたとか。クセ馬の扱いには長けてるけど今は池添にとって豊かからクセ馬回されるのは誉れみたいな印象がある。池添の後釜は数岡？ブシュバテソーロ見てる限り相性良さそう。エアシャカールとかマジで素質はあったのは確かだろうけど G1 勝てたのは竹さんがすごいからだしな。メイケイエールの、豊かでも無理や。ノリでも無理か。じゃあ池添で、の気象なんたらい回し好き。20年前ならエールちゃんそのままだったかな。加齢による筋力の衰えはごまかせへんからな。レジェンドとはいえそれには勝てないからねえでも池添もそこそこの年になってきたからな。それこそ池添が10年若かったらもう G1 勝ってそう。まだカツ丼バクバク食えてた時期ならな。顔はまだ若々しいけど40超えてるもんね。竹は加齢もそうだがそこそこ年いってからの落馬で肩グズグズになったのが力強い追いするには、致命傷になったと思う。若い頃はスマートだけど割と荒くて強引な騎乗もできるタイプだったけど今は力技の騎乗だと、厳しくなっちゃったし。竹豊イコール磯野波平同い年なんだ。波平が老けすぎやろ。原作の時代的に50から60代はよぼよぼなイメージなんや。竹豊と54歳という数字がまず結びつかない。大井の的場さんもそうだけどみんな若く見える。昭和の50代と令和の50代はプラス15歳くらい扱い違うからな。そういえばカツオとかワカメ産んだ船さん高齢士さんだよな。ゆう豊かーさん豊かさん豊かさんは元気だな。未だに竹豊は40半ばくらいのイメージだし福永雄一は30半ばのイメージだし池添は30前半のイメージだわ。身が震える。下にいる後輩の数とか考えたらそこまで若いわけはないのに、それでも実年齢がそんな上とも思えないマジック。偉人竹豊として歴史の教科書に載ることにならねえかな。歴史の教科書に載るスポーツ選手ってどのレベルだろう。東洋の魔女とかかな。アスリート全体見ても乗っても資料集レベルじゃねえかな。前畑秀子とか？前畑頑張れ、前畑頑張れ。何の教科だったか忘れたけど一郎と羽生結弦は見たことあるな。羽生さんと一郎は道徳の教科書に載せていい。タッケはまかり間違っても載せてはいけない。そこは漫画世界の偉人シリーズにあるから、豊かもそろそろ。学校教育に載せるにはスポーツギャンブルなのが足を引っ張る。